ボンホフは、スウェーデンに本拠を置く、ホスティングサーバー等運営企業及び、これが提供するサービスの名称である。1994年に、オスカー・スワーツによって、スウェーデン初の独立 ISP として、ウプサラにおいて設立された。2020年現在では、ウプサラの他に、ヨーテボリ、ボールレンゲ、マルメ、ウメを、ストックホルムに拠点を置いている。かつて、ウィキリークスが、 ストックホルム郊外、ビタバーゼンに所在するバンカーであるピオネン内の同社が所有する安全なデータセンターを使用していたことでも知られる。ボンホフは1994年にオスカー・スワーツによってスウェーデン発の ISP の一つとして設立された。2007年12月にはバーンビーとして株式公開を行った。2008年9月11日には ストックホルム郊外、ビタバー,アーゼンに所在する、かつて民間防衛センターとして用いられていた、バンカーである、ピオネン内にデータセンターを開設した。2006年時点のピオネン先日のデータセンターは、非常に強固に建造されており、ストックホルムの丘の地下30メートルに所在する。入り口には、防爆ドア、施設内には、ディーゼル発電機を設置しており、 顧客のデータがいかなる場合においても安全であるよう配慮がなされている。2005年3月10日、スウェーデン警察は著作権侵害の証拠を確認するため、ボンホフの敷地内に存在した4台のサーバーを押収した。これらはサーバーエリアの資金に所在したがあくまでボンホフは従業員の所有物であると主張した。さらに、これらのサーバーに保存されていたデータは 著作権侵害に対抗する組織であるスベンスコ、アンティーパイラトビロンに雇われた人物によって意図的に仕込まれたことを示す証拠を提示した。2009年、ボンホフは顧客の IP アドレスを保存しなかったことで物義を醸した。この行為は違法なファイル共有に関するスウェーデンの新法と EU のイップリの規制に反するものであった。この法律は警察の要請に対して データを提供できるよう ISP のデータ保護規則よりも長期間データを保持することを可能とするものであった。2014年4月、欧州司法裁判所は2006年のデータ保持命令を取り消した。スウェーデンの通信当局はメタデータを保持する必要がないことを各 ISP に通知したが、後にスウェーデンのデータ保持法が 欧州人権条約に反していないことが発覚したため、一転して PTS は保持を行うよう命令を出した。多くの企業がこれに従ったが、テレニとボンホフはこれに従わなかった。ボンホフは、同年11月24日までに保持を行わなければ500万クローネの罰金を課されると宣告を受けたが、これに対し無料の VPN を全顧客に対して提供した。 2018年10月、エルゼビアは、スウェーデンの ISP に、サイ・ハブウェブサイトへのアクセスをブロックするよう求める、裁判所命令を獲得した。ボンホフは、この命令に従う一方で、エルゼビアのウェブサイトへのアクセスを、ソフトブロックした。ありがとうございます。